麺,麺とは、食品の一種。小麦粉、あるいは、蕎麦粉、米粉など、各種の穀類の粉やでんぷんなどに、水と塩などを加えた生地を細く長くしたものである。中国語における、面は口実のように小麦粉そのもの、または、小麦粉の生地を細く長くしたもの。日本では、小麦、蕎麦、米などを製粉し、 水などを加えてコンネリしてから主に細長い形に加工した食品を麺、または麺類と呼ぶ。また口述されるように、こんにゃくや海藻など材料が何であっても、形状により麺として扱われる。麺は東洋漢字になかったため、法令ではひらがなで麺と書かれる、カップ麺など。世界各地には様々な食材を原料とした。 したような麺が存在している。さらに麺を調理した麺料理となると、そのバリエーションは数え切れないほどである。日本では中国を上回る普及ぶりを示した、ラーメン、旧来からの蕎麦、うどんをはじめ、近年はパスタ類も一般化しており、そうめん、冷や麦なども合わせ、世界でもトップクラスの麺類愛好国となっている。ラーメンには、名店紹介本などの関連書籍が多数。 出版されたり評論家が誕生しているほか、蕎麦等にも似た現象は生じており、気軽な軽食でありながらマニアックな気風も併せ持っているのが日本における特徴でもある。麺は、そのまま加熱して食べられるようにする場合以外に、乾麺、冷凍麺などにして保存する場合もある。当初、茹で上げて保存性、加工性を持たせたインスタントラーメンは、全世界に輸出、技術移転されている。 日本初の大型ヒット商品である。中国及び中華圏では、麺、反対あざ、麺、反対あざ、ミエムは、小麦粉を刺し、日本でいう麺のように小麦粉をこねて細長く加工した、ものは、麺状、と呼ぶが、その略称として、麺と呼ぶこともある。一方で、米粉をこねて細長く加工した、ライスヌーブルや、澱粉を使う春雨などは、粉、フェンと呼び、 区別される。麺の誕生には諸説あり定かではない。中国に小麦が伝わったのは前漢紀元前1世紀前後時代に西方との交易路が開けてからであると言われているが、他の穀物を使った麺が地中海地域で小麦粉のものに変えられた可能性も考えられ、現在までに発見された最も古い麺類の遺物は中国。 青海商民は海賊当族自治権の拉致や遺跡で見つかったおよそ4000年前のものである。これは小麦粉ではなく、泡で作られていた。他に栽培小麦発祥の古代メソポタミアから遊牧民によって餃子の形、アフガニスタンのお尺、新疆をウイグル自治区のジュワワで伝わり、河北で川が分かれて、麺、錠、生地を細長く伸ばした藻が生まれたとするものもある。 五感の、節問開示には、麺の本字である。麺、見えは、麦の粉とある。当の、幸因も、精神の束、石の、麺符を引いて、従来の麺は、誇りのように、細かく雪のように白いとし、は、同情としている。麺は、麺の音を表す部品、を、同音の、麺に置き換えた、異体字である。餅も、日本の餅とは違い、小麦粉の生地を言う。 説問開示に、餅、瓶は小麦をこねた食べ物とある。加熱法で虫餅、焼き餅、油餅、湯餅に分類された。北魏の生明用実には、水引きという水中で餅を伸ばして麺を作る方法の記述がある。当時代には二年三毛作などにより小麦が大量に収穫できるようになった。この頃、剣闘士が唐菓子と果てちを持ち帰ったことが、 日本での麺と菓子の始まりとされる。そう、王朝時代には南北の食文化の複合が起きて現代の麺料理の原型が誕生した。そして、留学像、鎌倉時代から室町時代によって僧の麺料理が伝来した。そう、元時代の許可必要事類全集には14種類の麺料理の記述がある。平安時代に天皇の直詞に 白ク,クという麺類が振る舞われたという記述がある。中国及び中華圏では、現代でも前述の説問会時にあるように、麺、艦隊や山ミエムは小麦粉を刺し、麺食といえば粉食全般を指し、餃子や中華まんなど、饅頭や、天津も含む。例えば、パンの漢字表記は、麺法、ミエンパオである。ラーメンや、 うどんのような日本語で麺と呼ぶ長細い形状の食品は中国語では麺状、反対アザ、寒帯アザ、麺状、ミエンティアオと呼称する。一方で中国語では蕎麦、ビーフンなど小麦粉以外を使ったものは本来麺として扱わない。小麦粉を使ったものでも次の麺の成形法にあるような様々な形状のものがある。イタリアでいう パスタ、イゴパスタも、ロングパスタ以外にマカロニ、コンキリエ、ラザニアなど、細長い形ではないものも含めた粉食、穀物加工食全般を指す。原料となる粉をこねて、生地とし、麺にする方法にはいくつか種類がある。通常は、加熱する前に、目的の形に成形するが、中国石膏省のラクメニや北京の総餅の餅のように、 薄く伸ばして焼いてから細く切るという特殊なものもある。以下、50音順に記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。